国の文化審議会は、今日夕方、瀬戸内町の奄美大島要塞跡と鹿児島市の鹿児島城跡を国の指定文化財とするよう文部科学大臣に答申しました。瀬戸内町の奄美大島要塞跡は、大島海峡付近を中心に1921年に砲台が建設されて以降、太平洋戦争の終結まで使用された陸軍の要塞跡です。 今回指定されるのは構成する遺跡となる西込み砲台跡、アンキャバ砲台跡、テア弾薬本庫跡の3カ所です。瀬戸内町によりますと、当時の国防施策と密接に関係する遺跡群で、日本の近代史を理解する上で重要と評価されたということです。正式に指定されれば瀬戸内町では初めての国の史跡となります。 鹿児島城跡は鹿児島市城山のふもとにある江戸時代の薩摩藩主、島津家の居城跡で城主が住んでいた本丸の黎明館と親族が住んでいた二の丸の県立図書館などの一帯が名称を変えて改めて指定されます。これで、県内のの国指定の文化財は、は史跡ととしては33件となります。 来年2月以降に官報に告示され正式に指定される予定です。